ホームガイナーレ鳥取は緑のユニフォーム、アウェー福島ユナイテッド FC は白のユニフォームです。ここは沼が直接狙った、ゴール前弾きました。ここはトリックプレーを見せていきましたガイナーレ鳥取。まずは加藤河合がこのボールをくぐって、その後沼狙っていきました。そのアレックスの前、ここは枠を捉えることはできませんでした。アレックスコーナーキックからこの身長を生かしたプレーがありました。一旦後ろに戻します。茂木から前に10番のキム、ボールを奪いました。池谷前にボールを送って、ここは加藤、さあ1対1になるか、シュート決まった。先制点ガイナーレ鳥取、前半の29分加藤の今シーズン2点目、ガイナーレが先制をしました。今のこのプレーです。押したボールギリギリいっぱいに決めていきました加藤。福島がボールを前に送ります。1点を追うことになりました。さあゴール前チャンスになるかどうか、シュート、これは枠の外、惜しくも外れました。今のこのプレーです。走り出して自分で持っていきました。シュートまで持っていったのは三橋です。ここから短くボールをつないでいきますキム。さあキムが長いボールを入れていく。ここはアレックスにボールが渡ります。アレックス1対1、シュート決まった、追いつきました。アレックス、福島が1点追いついた、1対1、福島前半の33分、このボールに反応しましたアレックス、ゴールを決めて1対1同点、追いつきました。さあボールを奪いました福島、ドリブルで持っていってアレックス、アレックス1人かわせるか、ここはディフェンス秋山がしっかりとついていました。もう一度遠目から川上のシュート、ここはゴールキーパー直接ボールを取りました。川上のミドルシュートがありました。ニアに蹴ってこのボール振り向いてシュート、秋山のシュート、しかしここはゴールキーパーが掴んでいます。このこぼれ球振り向きざまにシュートを狙っていきましたが、ここはゴールキーパーが抑えています。ゴール前一旦後ろを向きます。なかなか前を向くことができません。しっかりとここはマークついています。稲森、茂木、中、ここ直接狙っていったこのこぼれ球シュート、もう一度決まった、勝ち越し、福島が決めました。波状攻撃、後半の27分を過ぎたところです。福島が勝ち越しの1点を挙げました。これで1対2、福島がリードを広げます。これがリプレイですね。ここ弾きます。そして2本目のシュート、ここもセーブするんですが、そのこぼれ球を決めました。池谷から向こうサイド石井、さあドリブル突破シュート、自分で狙いました。ゴールキーパーが弾きます。ここはもう守りきりたいという福島のこの思いが出ていました。ここで長い笛、試合終了です。1対2、福島ユナイテッド FC が5試合ぶりの勝利となりました。5試合勝ちのなかったこの福島ユナイテッド FC が勝ち点3を取りました。